財政金融委員長豊田俊郎さん。ただいま議題となりました法律案につきまして、財政金融委員会における審査の経過及び結果をご報告申し上げます。本法律案は、保険業を取り巻く経済社会情勢の変化を踏まえ、保険契約者等の保護を的確に行うため、生命保険契約者保護機構に対する政府補助の措置の期限を、令和9年3月末日まで、5年間延長するものであります。委員会におきましては、現下の生命保険業界をめぐる諸課題、生命保険会社の破綻に対する認識等について質疑が行われましたが、その詳細は会議録によってご承知願います。質疑を終了し、討論に入りましたところ、日本共産党を代表して、大門美樹氏委員より、本法律案に反対する旨の意見が述べられました。討論を終了し、採決の結果、本法律案は多数をもって原案通り可決すべきものと決定いたしました。以上、ご報告申し上げます。これより採決をいたします。法案に賛成の皆さんの起立を求めます。過半数と認めます。よって本案は可決されました。この際、日程に追加して2025年日本国際博覧会政府代表の設置に関する臨時措置法案、内閣提出衆議院送付を議題とすることにご異議ございませんか。ご異議ないと認めます。まず、委員長の報告を求めます。外交防衛